はい、八坂小学校の前を通ります。これからですね、私は久米川駅の方に向かっています。はい、まっすぐ歩いてみます。はい、今日は曇り空ですね。はい、ここは府中街道です。はい、ここで信号待ちです。私の目の前に横断歩道があります。はい、歩道なんですけど、よく自転車が通りますね。私の後ろには八坂小学校があります。先ほども言いましたが、府中街道、はい、信号が青になりました。これから渡っていきます。はい、今の時間は通学通勤の時間ですね。ですので、学校に通う人や仕事に向かう人がいます。歩道と車道がこのように白い線で区切られてますね。前方からよく車が来るので気をつけなければなりません。歩道はとても狭いです。前方から路線バスが来ました。はい、後ろからちょっと話し声が聞こえてきましたね。音を拾ってしまうかもしれません。はい、こちら右に曲がることもできます。ですが、私はまっすぐ歩きます。少し急がないといけませんね。というのは、今時間何時かと言いますと、朝なんですが7時41分ですね。少なくとも7時58分の西武新宿駅に乗らなければ仕事に間に合いません。はい、前方に見えてきたのはビッグ A ディスカウントフーズと書いてありますが、小さなスーパーマーケットです。私はここでよく買い物をします。結構安いですね。後ろから急いで走ってくる人がいますね。なぜ私はこんな動画を撮っているかというと、私は普段自宅でもしくは歩いている時に喋る機会がないんで、喋る練習も兼ねて撮っております。仕事ではまあ電話かけたりとかする時は喋るんですけど、仕事の中で喋ることはあるんですけれども、それ以外普段自宅や外を出歩いたりする時とかあまり喋ることがないんで、まあ一人で喋るってことはできるんですけど、できれば記録に残したいなと。あと自分で聞き返したり見返したりして、どのような間違いがあるかっていうのをチェックするのにも、まあ、大変便利なんで動画を撮っています。自分の日本語の間違いや言い間違い、それからいろいろこういうふうにしたい、改善したいって思うところをこうチェックするために動画を撮っております。録音だけでもいいんですけど、まあ、こう見たもの聞いたものをどのように表現するかというのもチェックするために動画を撮っております。普段感じたことをどのように表現するか、でその表現したことが本当に相手に伝わるかどうかというのをチェックするために動画を撮っています。はい、
今横断歩道をこうがあるんですけれども、これ待っています、はい、よく私何があって目の前に見るものを伝えるときに、その次にがかおか助詞をどのように使えばいいかというのは非常に迷うことがあります。それはね、即座に判断しないといけないんですが、なかなかうまく伝えられないところがあるので、それをうまく伝えられるようにするための練習も兼ねてこういうふうに動画を撮っております。でこう人の動画とかを見て非常に聞きづらいな、早口だな、意味が伝わらないなって自分なりに感じることもあるので、自分が動画を配信するときにどのように相手に伝えればうまく伝わるかということを、まあ、練習するために撮っているということもあります。はい、目の前結構人がいるんで、まあ、私の声が聞こえてしまって不快に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと大きめに、まあ、電車の中ではあまり喋らないんですけども、今の、時間帯は小さめに、まあ、マイクが私の声を拾う、もしくは後で動画を編集するときに字幕を私の声がきちんと、作成してくれるように、その程度の大きさで、撮るようにしています。これね、日本語がおかしかったらね、全部、まあ、ジャンプカットっていうふうに間違いを全部カットして編集し直すということができるんですけど、まあ、できるだけ編集しないで、私の素のままを、まあ、表現するように、素のままを出すようにですね。いや難しいですね、やっぱり。はい、前方にバス停が見えます、はい、今私SD カードを使っていて、今フル HD で 30fps で撮ってるんで、256GB の SD カードを使ってるんで、14時間ぐらい、撮れる、容量があります。ですので、まあ、容量的には問題ないと思います、はい、前方に、駅前の広場が見えてきました。あとね、文字起こしした時にね、全部自分の間違いが分かるんですよ。はい、駅、これから改札入っていきたいと思います。はい、あ、間違えました。私、スマホを2本持っていて、1つは定期じゃないんですね。これですね、定期が入ってるのはこちらのスマホです。はい、入ることができました。はい、これからですね、以前は所沢周りで池袋に行っていたんですが、現在私は高田馬場周りで定期を持っています。ですので反対側のホームに移動しなくてはいけません。はい、後ろから走ってきた人はおそらく反対側のホームに移動するかと思います。はい、あ、人が映ってしまうんです。現在久米川駅にいます。このようにどうか伝える、高田の後ろに下がらない、上に正面しか撮らない。今ですね、チルドロックモードにしてるんで、どんなに上に上げても、方向表示が映らないようになっています。つまり上をに向けても、駅の方向が見えない、駅の駅方面とか、そういうふうに落とすことができない。かなり遠くからだったら映せるんですけども、このぐらい
ちょっとね、この、今眼科医院に出てる上に、高田馬場西武新宿方面って出てるんですけど、これ上に上げてもチルドロックモードなんで上が映せないんですね。なんでこれちょっと今映すことできません。これジンバルモードに変えれば多分上に上げれば上の方が映るんですが、はい、今チルドロックモードで撮ってるんで、前方正面しか撮れないですよ。今黄色い線の内側でお待ちくださいって言ってるんで、黄色い線というのは、あ、黄色い線も映らないんですねこれ、なのでこれは、ちょっと足元黄色い線の内側までお下がりください。足元黄色い線までお下がりください。はい、来ました。これに乗ります。では乗るまでの間取りましたね。はい、これからこの電車に乗っていきたいと思います。電車に乗ったらおそらくこれで、終了することにします。これ編集するときジャンプカットの嵐ですね。なぜかというと言い間違いが非常に多いんで。はい、ではこれ乗ってきて、乗っていきます。もう各駅停車、これでなんか乗り換えればいいのかな。他のところに行きます。はい、私は今明治通りを歩いています。朝の通勤時間なんで結構人通りが激しいですね。走ってる人もいます。ここは明治通りです。ここにバス停があります。ここまっすぐ行くと高田馬場の方に行くことができます。私歩いたことがありますが結構時間かかりますね。30分以上かかると思います。はい、ここ横断歩道を渡っていきます。まだ信号青ですね。はい、こう横断歩道を渡って向こう側に行きます。ファミリーマートのある方向に行きます。
今時間は何時でしょうか。時計は持ってないんでスマホで確認します。8時44分。まあ大丈夫ですね。9時までに間に合えばいいんで大丈夫です。まあこのぐらいゆっくり歩いても十分間に合います。